はいどうも、あの日の少年です。のび太戦記エース、続きからやっていきたいと思います。前回の動画でですね、仲間にスタンとルーティーっていうキャラが加わってくれたんだけど、マジで僕この方たちを存じ上げなくてですね、ちょっと個人的にまた調べさせていただきました。どうやらテイルズ・オブ・デスティニーっていうテイルズ・オブシリーズのキャラクターらしいですね。運命を解き放てっていう名目の RPG らしい。はい、もうそういうキャラが仲間になってくれたことで、今後戦闘にどういう影響が出る、影響というか変化が、どういう戦い方になっていくのかって、またね、今はワルキューレがいないから、こいつがどうなっていくのかっていうのは気になるところである。ちょっと、はい、スタンナーなんか、スタンがな、テンション高い割にそんな強くない。そんな強くねえんだよ。ちょっと、お、合流した。お、お前ら無事だったか。皆さん、お怪我はありませんか。この通り全然問題ないですよ。君たちなら心配する必要もないな。話はワルキューレから全部聞いたよ。イスター様がそのような連中に捕まったなんて。世界の融合か。ことが大きくなる前に一刻も早く決着をつければ。しかし妙だ。なぜまたドロアガが復活したんだろう。そしてマリオさんが戦ったというあの怪物までも。そんなことそのうち解けるわよ。私は早いとこイシタを助けてギャラさえもらえばどうでもいいわ。ギャラはねって言ってんだろ。とりあえず今からどうするかを考えないとな。あんたたちこの二人に用があったんじゃないのか。そのつもりだったんだが、どうやらその必要がなくなってしまったようでね。はい。ここ最近ソーディアンを探している連中が現れ始めて、私たちのところにも来たのよ。あなたたちの居場所を教えろって。知らないと言ったら急に襲いかかってきてね。それで君たちに忠告しようと思って呼び出したんだが、奴らに先を越されたようだ。私たちはもう少しこの大陸を探索してみます。他でドラーガの手先が転生されているかを調べるために。私たちはさっきお話しした通り天王寺院に向かいます。そうだよ、天空寺院に向かうことが本来の目的だから。物質界に行く術は天空寺院しかないし、そこの大巫女様ってのも狙われる可能性があるからな。そう、四大聖女だったかなっていうのが狙われてて、そのうちの一人がピーチ姫とイシター、まあワルキューレが仕えてるイシター様で、もう三人目が多分天空寺院にいるその大巫女様ってのだと思うんだよね。でその大巫女様を守るために今のび太たちは行動してるってわけだ。俺たちはどうしよう、ルーティ。もちろんワルキューレたちと一緒に行くわ。じゃあ新しい仲間ってことでよろしくお願いします。ああ、それじゃあ僕たちはこれで。え、ギルガメスは、お前一番強そうなのにお前参加しないの。きっとまたどこかで会う日が来ます。から皆さんどうかご無事で。ゲストキャラかよ。そちらも気をつけて。カイ、ギルガメス。パーティー編成については聞かなくていいでしょう。はい、出ました。3人。いや、これ申し訳ない、イシターマジで申し訳ないけど、これだわ今ベストキャラ多分。アシスト入れれる？アシスト入れれるんだ。で、こういうことか。多分こういうことかな。これさ、減らしてこうとかできる？あ、できるんだ。アシストの使い方いまいちよくわかんないんだよな。とりあえず会にしとくか。このパーティーでいいよな。全然いいと思う。戻ってきちゃった。近づかない方がいいだろう。オッケー。これからじゃあ、どこ、天王寺院にちょっと行きましょう。天空寺院か。ん？なんかムービー始まった。霧が出てきた。第7話、黒き眼差しの向こうにって書いてる。あつきか。白雲の屋根さ、この辺りの地形は深い霧に包まれてるんだ。でも一本道が多いから道を外さない限り迷うことはないよ。はあ、いや道を外さないっていうか、道ないじゃねえかこれ。どうすりゃいいのこれ。まっすぐ行けばいいのかこれ。全然わかんねえ。おいおいおい、敵も出てくんのかい。わあ、でも新しい敵だ。大丈夫かな。ちょっとレベル上げのためだけにさ、ちょっと今さ、新キャラの回かなこれ。あ、やばい。ごめん、油断しちゃった。ライフボトル使おう。はぁ、油断した。回復薬いねえんだよ、このパーティー、ちょっと。
めんな。油断してたわ。もう油断しないようにするわ。ちょっとのび太はアクアジストで自分自身回復しとこう。HP 多くなってきたからさ、まだいけるかなって。結構ね、満身がね、最近戦いの中で起こってるわ。だからスタンだ、このスタンがマジでさ、武器の装備を整えてないからってのもあるんだけど、そんな強くないんだよね。だからね、ちょっと使い方に困ってる。早くレベル上げしたいから、ちょっとワルキューレにはちょっと下がってもらってて。盗賊よ、滅べ。はい、ということで、カイの必殺技を見るためだけにこのゲージを貯めてました。皆さん見てください、カイの必殺技を。はい、あ、めちゃくちゃかっこいいね。超強くね、今の。ちょっと待って、240点今出た。おい、のび太の必殺技でも100とかなのに。え ?240?2倍?そっか、スタンが弱い理由ってこれだったんだ。必殺技がバチクソ強いってことだったんだ。ん?日が沈んできた。霧の夜は危険ですね。今日はここで野宿にしましょう。へえ、嫌よ、そんなの。こんなモンスターばかりの谷での野宿は自殺行為みたいなもんだぜ。違うよ、あんたみたいなおっさんが何するかわかんないから怖いのよ。そうだな、今そういうの物騒だからな。何?一体何をするおつもりですか?いや、何もしねえよ。マリオさんは英雄だよ。そんなことするわけないじゃないか。いや、英雄がね、本当に変質者になるなんて紙一重ですから。とにかくこのまま進むのは危険だ。ノイシュタットまでまだ道があるから、やっぱりここで休もう。それじゃあ燃えるものを集めましょう。猛獣は火を嫌うっていうし。火を自由に扱える俺がいたから暖を取れるんだぞ。ありがたく思え。ファイアボールか。じゃあこれは別に、ディムロスがあるからあんたの力なんか頼らなくてもよかったわよ。明日もまた早くから出発です。疲れを残さないよう、もう寝ましょう。見張りは僕がやります。ガキンチュが一丁前に出しゃばるんじゃないわよ。見張りは私がやります。皆さんはどうぞお休みになられてください。女なんかに任せてられっか。見張りは俺がするよ。見張りの取り合いなんてあるんだ。そんなこと言って本当はいやらしいこと考えてるんでしょ。この雨、ちょっと落ち着いてよ、マリオさん。見張りは俺とマリオさんでやるから、それでいいだろ。それじゃあお言葉に甘えて。のび太は信頼されてるんだな。襲ってこないでよ。なんで俺まで。ちょっとスタンとかさ、マリオはもういじられキャラポジションになりつつあるな。まったく陽気な奴らだぜ。仕方ありませんよ。ドラーガの連中と戦って白雲の屋根も歩いたんです。みんな疲れてて当然ですよ。マリオさんも横になったらどうですか。そんな堅苦しい言葉使うなよ。マリオでいいぞ、ヤスさん。ああ、そうですね。いや、そうか。へっ、そういえば、なんでマリオはワルキューレさんたちと一緒に旅をしているんだい。昨日、皇国の姫が俺たちの追っている奴らに捕らわれてな。そして助けようとした俺の双子の弟ルイージが変な術をかけられて、ずっと眠ったままになっちまったんだ。それで俺は姫を助けるため、そしてルイージを救うために旅に出ることを決意したんだ。そうだったんですか。まだわからないことだらけだ。とにかく奴らの次の狙いは大巫女様に間違いないはずだ。ことが大きくなる前に潰さないと、取り返しのつかないことになりそうだよ。まあ、しかし、ノイシュタットに着いたら酒とキノコで一杯やりてえな。さ、キノコっておつまみになんねん、酒の。ナースタン!もしかしてさ、キノコ王国のあの、キノピオたちを酒のつまみにしてるんじゃないだろうな。だとしたら悪魔みたいなジジイだぞ。なんで笑ってんの?怖いんだけど。寝ちまったか。まあ、それぞれ胸に抱えたものがあるってことですよね。まあ、マリオはわかるよ。マリオとか、ワルキューレは理由わかるんだけど、そうなんだよ。まだのび太がね、なぜこの戦いに参加しているのか、わけ明かされてないんだよね。それでね、ドラえもんたら帰ってきた途端、押し入れに閉じこもっちゃって、一言も話してくれないんだ。多分だから、アップデートの後だよね、ドラえもんは。なんか前の過去の回想で、のび太くん、僕はアップデートしてくるからね、みたいなこと言ってたもんね。やっぱりあのせいかな。あれって?のび太さんは知らなかったんだっけ?お兄ちゃんは本当は失敗作で廃棄処分になる予定だったの。失敗作?廃棄処分?
でも運よくそれを逃れて同じタイプの猫型ロボットたちの中に紛れて生きていたの。お兄ちゃん自身その時の記憶がなかったらしくて、ただ自分は出来の悪いだけと思ってきたみたい。でも今回のアップグレードの件で不良が見つかって VER バーアップもできず、自分が失敗作だってことを知ってショックを受けちゃったのかも。そうだったのか。お願いのび太さん、お兄ちゃんだいぶ傷ついてるみたいだから励ましてあげて。いや、励ますのは得意だよ。うん、わかった。ドラえもん、お前は青くて丸くて本当にくっ、あ、目覚めちゃった。お、マリオ起こしちゃったか。いえ、ただ目が覚めただけです。マリオさんずっと起きてたんですか。そりゃ見張り役だからな。もう3時間ちょっとで夜明けが来ますから交代しましょう。何言ってやがる。いいから寝とけよ。いえ、もう寝たくないんです。うん、のび太にとってはさっきの悪夢だったりすんのかな。ま、ありがたく交代してもらうが、居眠りなんてするんじゃねえぞ。はい、ありがとうございます。あ、ちょっとスタン、いつまで寝てるのよ。おい、何してんだお前。みんながこう起きて見張り交代してる中、お前何してんだスタン。霧の巣、今が谷を抜ける時ですけど、起こしてしまうのもなんだかかわいそうな気もします。いや、ぶったたいて起こそうぜ。遅くまで見張りをおやりになられていらっしゃいましたし。いや、やってたのマリオだよ。いや、こいつはすぐに寝たぞ。こいつはね、起こさないと夕方まで寝てるやつなのよ。僕より寝坊がひどいや。たく仕方ないわね。もう何するつもりだ。おお、結構大胆。ぬが、あれ、一体何が起きたんだ。ほら、さっさと出発よ。起きた起きた。え、あ、うん、わかったよ。